マイニュース。速報です。おなじみマインクラフトでメインキャラクターを務めるスティーブ氏が逮捕されていたことが今日判明しました。スティーブ氏はマイン公園の中央にある噴水を爆弾とみられるもので破壊したことが公園内の防犯カメラの映像によって捉えられています。またマイン公園東側の森林ゾーンにある樹木を違法伐採する姿もカメラによって捉えられています。マイン公園西側の自然ゾーンに生息する動物を剣のようなもので叩いている姿も捉えられています。この件を受けてスティーブ氏をよく知る人物村人氏はうんとコメントを残しています。努力が報われ泣いて喜ぶ姿もありました。県内の全日制公立高校で一般入学試験の合格者が発表され、およそ1名が喜びの春をつかみました。374番でありました。ありました。もう理数科にあってほんま良かったです。あ、もう嬉しすぎて叫びたい気分ですわ。叫んでいいよ。